この番組は戦国時代のさまざまな史実をなんとなく学べそうな映像でご紹介します。天下の織田信長には小姓と言われる少年が多数仕えていたと言われている。さあ始まりました、ミュージックトゥナイト増刊号。早速本日のゲストを紹介しましょう。織田信長さんプロデュースの新ユニット天下5の皆さんです。よろしくお願いしま す。さあさあお一人ずつ自己紹介どうぞ。はい、蘭丸です。秀和です。秀政です。犬千代です。ジュラミです。5人合わせて天下5です。おー、そういうなんか決めポーズあるんですね、なんかね。あー、なるほど。なんか見たことあるようなポーズでしたけどね。どこぞのバンドがやってるような感じ。あ、そうね、ね、俺ら世代はね、結構ね、ジャケで見ましたからね、ジャケで。群馬県あたりのね。ね、さあさあさあ。もう言ってるからね、それ。言ってるからね。まあ、信長さんプロデュースの2ユニットというと、うつけ坂がありますけども、皆さんどんなユニットなんでしょうか。はい。あの天下5は信長さんの考えを世の中に伝えるためにうつけ坂49から選抜されたユニットです。おー、なるほど。でもうつけ坂も信長さんの考えをこう広めるためにできたユニットじゃないんですか。あー、違います。うつけ坂49は小姓たちが信長さんの寵愛を受けるために歌って踊るグループなんで。そうなんで、今考えるとすごいグループですね。正直、信長さんの方しか見えてなかったっすね。やばいだね。これちょっと言っていいんかちょっとわかんないですけど、うつけ坂49って結構メンバー内でギスギスしてたじゃないですか。まあ。天下5の皆さんどうなんですか。うつけ坂49は、メンバー同士全員ライバルだったんで、そういうね、トラブルもあったんですけど、天下5は、力を合わせて信長さんの考えを伝えていかなきゃっていうグループなんで、まあ仲はいいですよね。いやーとは言ってもよ。とは言ってもね。まあライバル意識とかあるんちゃう。いやーそう。いや、純亜美くんとかどうなんですか。正直ありますね。あるんか。やっぱあるんですね。こいつには負けたくないっていう人誰かいます。誰とは言いませんけど、いますね。結構訴えてたね、もうね。めちゃめちゃ言ってるけどね。訴えてたよ。まあ、負ける気はしないですけど、圧勝したいって感じですかね。圧勝したい。おい、もう一回叩き切ってやろうか、お前。まあ、結構初っ端からギスギスしてますよね、これね。大丈夫ですか。まあ、仲いいですよって言ったら1分後でこれですからね。これですからね、ほんとに。っていうか、もう一回叩き切ってんの。一回だけ。あ、もうバッサリ勝ってる。そうなんだ。恐ろしい。あ、もうそろそろ時間来ましたね。歌っていただきたいんですけども、はい、曲は、はい、You are 天下富舞ボーイです。You are 天下富舞ボーイ、これ You っていうのは、はい、ちなみに信長さんのことです。あ、やっぱりそうなんですね。気持ち悪いですね。どんな曲なのか楽しみですね。よろしくお願いします。はい、ミュージックトライト増刊号、また来週。バイバイ。You are 天下富舞ボーイ、ハンコにそう書いていたけど、どんな意味なの、どんな意味なの、僕だけにそっと教えて。 You are 天下富舞ボーイ、こっそり教えてくれたなら、どんな意味でも、どんな意味でも、あなたを支え続ける。 I wanna know your feelingするって、そういう意味だと誰もが思っていたけど、
喧嘩は好機内のことで幕府は幕府最高のことって新しい解釈が画然主流になってる You are 天下不武防衛あなたがそこに込めた思い口は固いから口は固いから僕だけにそっと教えて You are 天下不武防衛揺れてるあなたの人物像どんなキャラでもどんなキャラでもあなたを支え続ける I wanna know your feeling What does 天下不武この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。バイバイ。